はい、こんにちは。四次方程式ですね。四次方程式を解けということなんですけども、まあ、バラバラにはしたくないですよね。まあ、バラバラにすると、4時、3時、2時、1時、定数が全部揃った四次方程式になるし、定数項もでかいですね。5の4乗、625。7の4乗って、まあ結構実はいい数。49の2乗なんで、50引く1の2乗って考えると、2500-100+1で2401、まあ、これ結構実は問題によく使える数だから7の4乗ってもう実は覚えちゃってるんですけども、まあ2401と625で-82、まあ定数項もでかいんで因数定理、約数も多そうだから因数定理使うのも大変で、じゃあってんで、まあバラバラにはしない、まあでもしたとしてもこれ、じっとな、この式眺めてると、整数解見えてきますよね。4乗と4乗で82。まあ、もし整数解があるとするならば、4乗数と4乗数足して82って言うと、まあ、81+1がパッと思い浮かぶかなと。3の4乗足す1の4乗。そうすると、3作りたければマイナス4。マイナス4で3。マイナス4で1。おぉ、あれじゃん。4乗なんで、符号反対でもよければ、マイナス、なんていうのも、まあ、あり得るとするならば、マイナス8でマイナス3。マイナス8でマイナス1だから。お、いいじゃん。で、まあ、整数解2つ見つかれば、バラバラにした四次式を、その、整数解何でしたっけ ?x プラス8と、x マイナス3だったっけ、マイナス4か。この二次式で割ってあげれば、残りの二次式も出て、で、まあ、残りの二次式は解の公式で解けるんですけど、まあ、そんなこともしたくないと。じゃあ、これ、眺めるとこれ、x たす5と x たす7、間を取って x プラス6を t とでもすると、この式って t-1 の4乗と t たす1の4乗って変えられますよね。が82と。これだったら、展開したときに、マイナスのところがちょうどなくなりますよね。で、まあ、しかも、定数項が1なんで、まあ、パスカルの三角形が簡単に使えると。1、1、1、2、1、1、3、3、1、1、4、6、4、1で、奇数の部分は、奇数上の部分はこれマイナスとプラスだから消えてなくなって、それぞれ倍ということで 2t4 乗プラス 12t2 乗プラス2が82っていう、まあ実質二次方程式になると。では半分で2で割れるんで t4 乗プラス 6t2 乗マイナス40が0と。押すと t2 乗、プラス10と t2 乗マイナス4ですか、が0と。いうことで、t すなわち、t2 乗が4と t2 乗がマイナス10なんで、t すなわち x プラス6の2乗が4だから、x プラス6がプラスマイナス2。だから x はマイナス8と、マイナス4。さっきちょっと答え間違ってたかな。マイナス4。さっきなんか3って言っちゃったような気がしますけど。これと、あと、こっちは、x プラス6の2乗がマイナス10なんで、x プラス6がプラスマイナスルート10i だから x はマイナス6プラスマイナスルート 10i というこの4つが解となりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。